こんにちは。アバゾイスサポーターホリヒデオです。輸出ビジネスのスキルがあれば、円安がチャンスになります。1オーストラリアドルは現在93円39銭。3ヶ月前は83円67銭でした。アメリカドル1ドル135円21銭。3ヶ月前は115円56銭でした。急激な円安が進んでいます。円安は輸出ビジネスにはチャンスです。 あなたがあと3年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。物価の安い日本にはオーストラリアで高く売れる商品がゴロゴロしています。こちらの動画にはオーストラリアで高く売れた商品をご紹介しています。こちらもそうですね。さらに新型コロナウイルス騒動でオーストラリアアマゾンの売り上げが激増中です。これコロナが始まる前、 3月13日に2458ドルだった売り上げが、週を大うとに増えていきまして、1週後は2785ドル。その翌週は3350ドル。そのまた翌週は4473ドル。そして5524ドル。さらに6519ドルと増えまして、およそ1ヶ月で売り上げが2.65倍4000ドルもアップしたと。 というようなね、急激な、えー、売り上げの伸びが、えー、見られました。今回のサポートは、Amazon 室の最重要ポイント、商品探しを簡単、丁寧にサポートします。輸出初心者が稼げるようになるには、いくつかの問題が発生します。個別サポートは、初心者に起こる問題点をすべて解決できるサポートです。英語が苦手な人でも、半年で Amazon 室ビジネスで稼げるようになります。 私のサポートを利用すれば英語力は必要ありません。日本人は英語に苦手意識を持っている人が多いです。だからこそ輸出ビジネスにチャンスがあります。競争の激しい国内セドリや国内転売で儲ける商品を見つけられるのはほんの一握りの人です。一方、輸出ビジネスは私のサポートを受けて参加するだけで稼ぎるようになります。こちら成功事例の、えー、紹介動画です。 オーストラリア、ね、輸出監視、1年弱で売り上げ3万ドルを突破したという飲食店のオーナーさんのインタビュー。あるいは、ね、以前から中国に住んでアマゾン輸出に取り組んでいる会員さんの売り上げ5万ドル突破しましたという報告を解説した動画。この会員さんもね、初めの3000ドル突破するまではね、普通に3ヶ月かかってます。しかし、その3ヶ月突破の報告をいただいて、 一ヶ月少しで倍の6000ドルに増えました。それからもう数日から1週間後、2週間ごとに1000ドルずつ売り上げが増えていってます。アマゾン室、ね、えー、面倒な梱包とか発送とか集金とかクレーム処理は全部アマゾンがありますんで、商品を見つけさえすれば、ね、たくさん売れる商品を見つけた、見つけさえすれば、もうその後すごく楽に売り上げが伸びていきます。ね、私のサポート。 商品探しのツボをアドバイスして、自己流で150万の利益だった方がね、サポートを受けて500万の利益になったという実例もあります。